はい、じゃあ次はですね、飛行性能の2つ目として、飛行速度、こちらをちょっと検証していきたいと思います。前の動画でお伝えしましたが、 DJI は3種類高速、中速、低速と3つのモードがあるんですけども、その一番速いスポーツモードだと 46.8km、一般的な普通のモードだと 28.8km で、一番低い低速のシネスムースだと 14.4km という3つの飛行速度になってます。で、かたやエア2の方はスポーツモードで 68.4km、 ノーマルで 43.2km、 シネスムースじゃなくてトライポッドモードといいますが 18km という形で、3つの飛行速度があるんですけども、まあ、これがね、もっと強風の中でねやると、どのくらい向かい風の時と追い風の時で、速度が変わるかということをちょっとやっていきたかったんですけど、まあ、ちょうど風吹いてきたな。お、ちょっと風吹いてきたね。でも4メーターぐらいですね。まあ、さっきも最大5メーターぐらいは吹いてましたんで、まあそのぐらいかなと思います。まあ、少し風のある中で、向かい風と追い風の状況で飛行速度がどのくらい出るのかやっていきたいと思います。じゃあまずはミニの方から飛ばしていきましょう。ちょうどカメラに向かって向かい風が吹いてる形ですね。それでは、離陸させます。おお、早速もう振られましたね。カメラに向かって向かい風なんで、ちょっと横に回ってみるとこのぐらいですね。風は髪に向かってね、負けないように、前傾姿勢を保っています。さあこの状態で前にね、まっすぐ行くときに、どのくらい出るのか、ここでね、スポーツモードを変えることができるんですけども、今スポーツモードですね、この状態で行ってみたいと思います。ここにね、何キロって出るんですけども、ちょっとね、僕画面録画ができないんで、このまま行きたいと思います。それではレッツゴー。今でね、30キロ。あ、やっぱ向かい風だからね。おー、振られるね。かなり振られる。マックス30キロぐらい。おー、出た。37キロ。40キロ。逆にちょっとあちらから戻っていきたいと思います。ぐるりとモニターを回して自分の方に向かっていきます。追い風の状況でレッツゴー。おー、一気にいった。30キロ、40キロ、45キロ。早いね。どうだ。あ、来た来た来た。40キロ。交渉で言うと、あ、スポーツモードで46キロ出るんで、まあそれに近いぐらいは出ましたね。44キロぐらいは出てたんで。じゃあ次 P モード、中速ですね。で28キロの、性能に対してどのぐらいかやってみたいと思います。モードをP に変えて、さあ同じようにドローンここにいますね。あー、風が出てきた。ちょっと測ってみるか。風強い気がする。風4メーターぐらい、3メーターとか4メーターぐらいですね。いきます、せーの、よいしょ。20キロぐらいですね。ちょっと振られるね。でも P モードで18キロ。あー、風が強い。13キロぐらいしか出てないですね。あ、20キロ出た。24キロ。あー、マックス24キロぐらいですね。じゃあ風上から風下に向かっていきます。25、26キロ。30キロぐらい出ましたね。じゃあ最後シネスムース、一番低速ですね、こちらでいきたいと思います。いきます、レッツゴー。遅いね。10キロ、12キロ、13キロ。あー、やっぱ14キロぐらいですね。自分の方に向かって、さあどのぐらい出るか。それでも14キロぐらいですね。今無風状態で。はい、ということで
ね、スポーツモードだけでちょっとね、交渉よりちょっと出なかったですね。風上に向かって行った時に、風下でもちょっと、ね、無風だったのかな。交渉を超えることができなかったですね。さあ続きましてエア2、こちらで行きたいと思います。パワーが違うんでね、どのぐらい性能出るのかやっていきたいと思います。今4メーターぐらい出ますね。さあそれではモードね、エア2の場合はここで変えることができます。スポーツモード、ノーマルモード、トライポッドモードと。でまずはスポーツモードからやっていきたいと思います。さあこの状態から、スポーツモードでどのぐらい出るのかいきたいと思います。レッツゴー。はい、一気に50キロ、50キロぐらいですね。さあ今度逆にちょっと追い風行ってみようか。レッツゴー。お、50キロから60、お、60出ますね。63、64、65、早い早いね。65ぐらい出ますね。早っ。さあ続いてノーマルモード行きます。レッツゴー。あ、やっぱ遅いね。10、20、23、ちょっと上げよう。あ、でも少し風に煽られる感じがしますね。25、28、30キロ。33ぐらいですね。そう、少し追い風の状態で行きます。レッツゴー。40キロ出るね。うん、40キロぐらい出ますね。追い風で40キロ。音が全然違うね、やっぱりかっこいい。さあ最後トライポッドモード一番低速でいきます。レッツゴー。あー、やっぱ遅いね。11、12、17、18ぐらいですね。うん、18ぐらい。さあ戻りましょうか。さあどのぐらいか、今無風状態だとやっぱ同じぐらいなのかな。18、17。あー、17ぐらいですね。よっしゃー。はい、ということで、エア2やはりね速い。特にスポーツモーターめちゃめちゃ速いですね。まあ、風の影響もね、それだけ強いということで、強風時とか戻すのにやばいと思ったら、スポーツモードに切り替えてね、パワフルに帰ってくると、そういったことがね、できますので、そのモードの使い方、3つね分けながらこれからも撮影していきたいと思います。ということで、2つ目の検証は飛行速度の、検証でした。やはりね、風上、風下に向かって飛行するのに高所よりね、速かったり遅かったりするので、その辺は十分注意しながら、飛行してみてください。それでは次の飛行性能行きましょう。